では、今度はこちらのブロックいきます。えっと、前から三列目ぐらいの、あの、左手を挙げてる男性へお願いします。あ、えー。ひと月満冊の佐藤明きと申します、えー。東山さんにお伺いしたいんですけども。えっ、ー、と、よく聞いて、しっかりですね、お答えいただきたいと思います。えっ、ー、と、まずですね。えー、っと。二千三年の、ですね、東京高裁。 の判決ですねこれはジャニー喜多川さんの犯罪についてこれは判断事実だと判断したわけですけどもそれが2004年のですね最高裁の時にですねそれが確定したわけですねその時に東山さんは38歳ということですねそうしますとまあ立派な大人というか立派な成人なんですけどもまずそのぐらいの成人男性であれば えー、自分の会社のトップがですね、えー、児童福祉法違反のですね大犯罪を犯したと、えー、ということについて、えー、これは知らないはずがないし、えー、それが確定したとなれば大変な騒ぎになると思うんですねでその時その東山さんは、えー、それをです、ね、まあ噂では知っていたけどもよく知らなかったというこの前の会見のお話ですけどもその答えというのは え、社会的には通用しない答えです。それからもう一つはですね、え、この前 TBS の番組でキスマイのメンバーだった飯田京平さんの証言ではですね、え、その2003年、2004年前後に、え、ジャニー北川さんの犯罪はあったと。それからもう一つは、カウアン・オカモトさんの証言では、2016年頃まで、え、ジャニーズの合宿所にいた、え、ジャニーズジュニア1 0 0人から200人が、 ほぼ全員被害に遭ったという証言をされています。えということは、東山さんはですね、まあ、責任ある立場にありながら、えー、ジャニー喜多川さんのそういうですね犯罪について、防止対策を全然取らなかったということですね。でこのことは、まああえー、ジュリー恵子さんですか、えー、にもお伺いしたかったんですけども、えー、東山さんですね、今度新社長の社長ということですので、 ぜひですねその認識をお考え,あのお考えをです、ねえーえー、お聞きしたい、そしてそれはですねあの児童福祉法の観点からは共犯,共犯かですね、ねう助犯に当たるというですね解釈もありますので、その辺はですねしっかりお答えいただきたいと、えー、ということと、もう一つは東山さん、ご自身のね明を<あ>一つに限ってもいいですか、それぐらいで全部一つです。 東山さんのセクハラということも疑われておりますので、そういう方が新社長の社長、新社の社長ということでよろしいのかということですね、えー、お伺いしたいと思いますまず私は、セクハラはしたことはありません、まあ、パワハラを感じた方はいらっしゃるかもしれませんが、もう35年から、まあ、40年ぐらい前のことで。 もありますし、えー、僕自身がその性加害ということについてその理解するということがちょっと難しかったと思います、えー、16、17ですか、でまあ北川氏の、まあ、犯罪のことについてはあの新聞で、えー、読みました、でまあ、有罪というのが出て、でその時もあも世の中的にも全然騒ぎにならず、 これはどういうことなのかなと、で僕が感じたのはあの、先ほど藤島氏の手紙にもありました通り、あり、弁護士が悪かったということを聞いていたので、えー、これはどういうことなのかというのは感じておりました、でもちろんあの責任ある立場で、まあ、38ぐらいだと、まあ、20年ぐらい前だと思うんですけど。 あのもしそういうことについて、えー、僕は罪に問われるということであればそれはしっかりと、えー、受けたいなとは思っておりますああのちょっとょあ,かんあの,あの補足しますね私の方でえっと児童福祉法違反というご指摘なんですがそれはの違うと思いますあの、えっと、その、ま、法上犯とか共犯ですね違うと思いますあのえっとそれはのちょっと刑事法の 法的な議論をここで展開してもどうかと思うんですが、一般にですね、えー、と例えばあ、これ実際の事実関係は違うんですが、あのと思いますが、仮にですね、仮に、えっ、ー、と、えー まず、気づいていたのに何もしなかったと仮定します。まあ、そもそも、えー、と気づいていなかったので、そこからして故はないから、えー、児童福祉違反の共犯とかなんとかは一切成立しません。それから、仮に、えー、気づいていたと仮定したとしても、あくまでですね、あの、その、こういう、その、止めなかったっていうのは、 その原則として単に止めなかったというだけで共犯にはならないと、これが刑事法の原則的な考え方でございます、あのちょっといずれにしてもです、ね、そもそもあの気づいてないんで、故、え、意、ー、がないので、そもそも共犯等にも成立してない、仮に100歩譲って止めなかったのが落ち度とか過失とか、いろんな議論があるにしても、それだけでは共犯とか法助犯にはならない、これで、ね、ちょっとあの勘違いないようにですねお願いいたします以上です。 あ、あの、すみません。一社一問でお願いします。あの、発言が求められてないので、だちょっと静かにお願いします。他の方に今、指名しますので。